と2日でゴールなので、ちょっとまだ距離が足りてないんですよ。あのポートレール GT の MC の彼女がいないとあのラジオは成立しないんです。エプロー新潟までもう一人だ、頑張れ、頑張ります。おはようございます、10日目の朝を迎えました。あと54キロぐらいになりますけども、今日はですね、目標は新潟市に入りたいと思います。新潟市のどこですかね、西区あたりにはなんとか、夜までには着きたいと思いますんで、頑張ります。ご一緒しますよ、もう途中まで。え、嘘よ、本当に。うちの劇場を作ってくれた清水建設、もう大責任者。あ、なんか来た。おお。ああ。時。今の新幹線。今の新幹線ですね。新潟から。新潟から東京に向かう。いや、まさかこの新幹線の高架下を歩くとは思ってもみなかったな。ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございます。大丈夫ですか。これは左の裏と今度は右の前。やっぱ朝はやっぱ張るよね。ありがとうね。親子で AKB 作るの。あ、そうだった。支配人、お願いがあるんですけど、はいはい、NGK でこれ作ってもらえませんか。スマホケース。いやいや、もうすぐ作る、すぐ作る。本当ですか。女の子でここまで気合い入れてる子っていますか。なかなか、ね、しかも新潟ですよ、うん、めったにない、うん、後ろ映します。だって一発目ですよ。なかなか笑顔でしょ。やばい。エツロー頑張れ、頑張るぞ。おじゃあ頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってー、頑張ってマジで。この下った時にさ、足をグッと左を踏み込むと痛いんだ。よっしゃ。寒くないですか。あ、大丈夫、大丈夫。初めてませんか。大丈夫です。はい、頑張った。鉄郎さん、ご苦労様です。あともう少しです。頑張ってください。中高年の星です。頑張ってください。応援してます。鉄郎さん、頑張ってください。はい。夕方前までに。今日の目標は どこでしたっけ。新潟市、まあ、理想は西区までなんとか。新潟市西区。そうですね、西区までは稼いでこないと明日が多分ちょっともっときつくなったので。ちょっと悪いんだけど、ちょっとやっぱりちょっと雨やっぱ冷えたのかな。
うん、左のももが、まあ、マジでちょっと一応テーピングは貼ってあるんですけど、ね、あでもなんか肩パンパンになってる感じはします、うん、でも見てもらった方がいいかもしれないですね、うん、まあちょっと見てもらうだけで。え、そうです。テーピングです。はい。貼っていますんでね。今どれぐらいロス？今1時間半はロスしました、ね。1時間半。やばいです。なんで、多分休憩ほとんどなく歩いていっても、12時近くにはなっちゃうかもしれないです。12時。多分今足の様子を見ながらだと、そうですね、12時は過ぎちゃうかもしれない。うん、予定の新潟市の、西区まで、あと何キロですか？だから、そう。ここで30切ってたんですけど、まあ約30キロ。約30キロ。30キロ。歩きますか？いやーちょっと12時までだと明日に影響するかな。だから。一応予定地までは今日、行かなきゃいけないのはよく分かってるんだけど、一応ここまでは順調だったんですけど、ちょっとそうっすね、今のロスが痛いっちゃ痛いですね、うん、悔しいっていうよりも、目的をちゃんと果たすために、明日の15時半には、ゴールをちゃんと狙いしたいと思ってますんで、まあ明日の3時半にはね、ゴールを、確実にするために、まあちょっとここはですね、まあみんなには申し訳ないんだけど、自転車で、今日の目的地までは、なんとか、行かせてもらいたいなと。時間的にもまあしょうがないかもしれないですね、もう。よし。はい、新潟市、西区に入りました。一応今日の予定は、ここが最終目的地だったんで、最後自転車になりましたけど、なんとかたどり着きました。あ、入ってきたぞー。あー